モイセス・アルベル・トムニョス・ロドリゲスは、メキシコの元サッカー選手。元メキシコ代表。ポジションは GK。モナルカス・モレリア時代1999年9月19日に、モナルカス・モレリアでリーグ戦初出場。当初は、アンヘル・コミッツォーの控えであった。2000年に初タイトルを獲得するものの、この頃はレギュラーではなかった。2002年のアペルトゥラにレギュラーを獲得し、 リーグファイナルに進んだが、決勝戦で4から2とされ敗北した。翌シーズンも決勝に進んだが再び敗れた。それでも2010年まで在籍し続け、282試合に出場、クラブ史上最多出場記録となった。2010年に、フェデリコ・ビラールとのトレードでアトランテー FC に移籍。レギュラーとして53試合に出場した。2016年、 クラブアメリカ在籍時代2011年11月25日にクラブアメリカに移籍。2012年のクラウスーラから出場した。2013年5月にはクラブアメリカ移籍後初となるリーグファイナル進出。初戦では0から1と敗北した。2戦目も1点を先行されたが88分に首相のアキバルド・モスケラが得点し1から1に追いつく。90プラス2分に オスバルド・マルティネスのコーナーキックを彼がダイビングヘッドし、相手ディフェンダーのアレハンドロ・カストル・フローレスにリフレクションし、得点を記録、試合を延長戦、そして PK 戦に持ち込ませた。PK 戦では、ハビエルロ,ロスコの PK を止めて4から2として勝利、その劇的な活躍を各種メディアも取り上げた。2016年10月1日に D が MX500 試合出場を達成。 2004年10月27日のエクアドル代表との親善試合でメキシコ代表初出王。コパアメリカ 2004FIFA フフコンフェデレーションズカップ2005ではセカンドゴールキーパーであった。2005コンカカーフゴールドカップで正ゴールキーパーになったが 2006FIFA フフワールドカップでは23人から落選。ウゴ・サンチェス、スベンラン・エリクソン両監督からは 機えの扱いであった。結局、2005年7月以来代表には久しく、出場がなく、2008年以降は招集されることすら、なかった。しかし2013年になると、ホセマヌエルデラ・トーレ監督が2013コンタカーフ、ゴールドカップのメンバーに招集。7月14日のグループステージ最終節、マルティニーク代表戦で8年ぶりの代表出場を、記録。 試合も3から1で勝利した。この試合での失点もケバンパルスメンが蹴った PK であった。同年、ミゲル・エレーラが監督に就任すると、レギュラーをつかんだ。2014FIFA ワールドカップ、大陸間プレーオフでも両試合に出場、合計9から3で勝利した。しかし、2014FIFA ワールドカップのメンバーからは、外れた。 2015年6月に2015コンカカーフゴールドカップのメンバーに入った。背番号は今まで着用していた23番をホセフアンバスケスに渡し1番となった。10月のコンカカーフカップのメンバーにも選出されたが出場はなく代表最後の試合はコンカカーフゴールドカップのジャマイカ代表戦となった。いとこのカルロス・フェリペ・ロドリゲスもゴールキーパー。幼少の頃に カリフォルニア州レッドウッドシティに飛べ、小学校から中学校をカリフォルニアの地で過ごしたため、英語に堪能である。しかしながら、彼自身は移民労働者の子供として在住していただけであり、米国籍は持っていないが、両親は米国籍も保有している。高校入学を前にしてメキシコに戻り、19歳でサッカー選手となった。バスケットボールや、 アメリカンフットボールもしていたため、当初からプロサッカー選手になるとは決めていなかったと述べている。2012年6月3日、メキシコシティからグアダラハラを結ぶ高速道路で、彼の運転するホンダラグレートがコントロールを失い、上下逆さまになった。妻と二人の子供と共にモレリアに向かう途中の出来事であった。この事故で、家族全員がヘリコプターで病院へ搬送。 この病院はサルバドール・カバニャスの治療も行った病院であった。事故の原因については急な大雨によってコントロールが効かなくなったことだと明らかにされた。当初は重傷を負ったと報道されていた。しかしメキシコの赤十字社がこの事故で彼は外傷性の損傷を受けたものの容態は安定しており意識もあると発表。さらに後に 彼の脳損傷は幸いにも生命を脅かすものではなかっただけでなく、サッカー選手としての人生にも影響を及ぼさないものであったことが分かった。彼は頭部に怪我をしただけで意識を失うこともなかったという。ただし、後に指を骨折していたことを明らかにした。クラブアメリカのミゲルエレイラ監督も記者会見で個人的に連絡を受けた内容を明らかにした。体調は、 とても良い。医者が頭部の破片をすべて取り除いてくれたし、ヘリコプターでアンヘレスデル・ペドレガルへ搬送されているところだ。すぐ回復するから待っていてほしい、ミゲル監督。モイセス・ムニオス2015年にメキシコのテルノベララ・ベシナに出演。2018フィーファワールドカップの際にはフォックス放送で分析を務めた。ありがとうございます。